まあ。昨日としなくなったんで、イヤホンしてるからね。すけさん、ゆうちゃん、あそかさん、ぽぽさん、しばけんさん、ありがとうございます。いや、寒くないんやけど。まあ、くしゃみは出ます。でもそんな、別に全然今寒くない。見えないところでお気遣い お心遣い、見えないところで両耳つけるとね、こもってなんか変な感じがするので、ね、ストリームシュート、ストーリーを載せようと思ったんですよね。肉さん、肉は乗せん。肉は乗せないですけど。ドリーミ。広島、ドリミネーション。まあまあ、割と有名だとは思いますけど。ドリミネーションってやつがね、あるんですよ。そのドリミネーションね。軽く見た。まあ、別に、なんかめっちゃ、今はがっつりちゃんとメイクしとるとかじゃないけん。そんな、写真を撮るとか。撮ってないけど。焼肉ね、久々食べた。タンが優勝でしたね。今日はハラミよりタンの方が美味しかった。インスタのストーリー。
ドリミネーション綺麗です。うん。いや、綺麗やったけど、なんか、最近、思ったのは、なんか遠くから見たらイルミネーションってめっちゃ綺麗やけど、こう、いざ近くに近寄ってみたら、なんか、あれってなるんですよ。なんかスカスカ なんか近づいて、なんか遠くから見たぐらいの方が、めっちゃ綺麗に、おーってなるけど、こう歩いてて、ちょっと近づいた瞬間、あれ?みたいな。なんか、と、さっきの距離感で見たより、あれ?みたいな、なる。一緒に見たいですって。それはどうでしょうね。昨日キラキラの冬の話してたタイムリー。そうね。別に何も考えずに、たまたま、やるけん。ホルモンを食べてない。ホルモンはあんま食べんかもしれない。昔、ちっちゃい頃好きやったんやけどね。一応なんか今日いたかと思った。違いました。あれ?充電されとると思っとったのに。充電されてなかった。イルミネーションとの違いが弱いから。でも、まあ、イルミネーションと一緒ない。ドリミネーション。何事も一定の距離感がある方がよく見えるのかもしれないですね。イルミネーションも、そうだけど、なんか、電球系は特に遠くから見る方が、いい感じというか、綺麗に見える。一番綺麗なのはサラピちゃんよ、キラーンって。まあ、そういうのはまあ別に。パラパラパパー、あ、面白い。あれ？サラがね、インスタのストーリー載せるやつね、見てほしいんよ。面白いんですよ。まだ載せてないけど。見てほしい。おもろいっていうかね、面白いよ。なんか、自分でもうちょっとは可愛く反応できんものなのかね、と思った。クックパッド当選しました。あ、そっか。当落出たんか。どうでしたか?お尻の近くで。STU あまり知らなかったけど、ボンバーいいなってます。ありがとうございます。ああ、名前出してから。その度は失礼いたしました。
全然可愛い反応ではない。普通は、こう、不意に取られとったら、あーみたいな、あー取られてたみたいな反応をするのが多分、アイドルなんだと思うんですよ。うん、そら、パッて振り向いた瞬間に取られとって、あ、やば あ、やばって言ってます。あ、やばのギリギリ、やばぐらいの。やばいこと全然してないんやけど、あ、やばって言ってしまって。普通は、あ、取られてた。じゃん、キュルンみたいなのがね、王道な、あれなんだと思うんですけど、サラは普通に。これは、あれクジラじゃないって。あれクジラってことじゃない？あ、やば で、パッて振り向いたら、こうカメラを向けられて、あ、やばって言った。その、あ、やば。あ、やばです。サピちゃんらしくて勇気 まあ、確かに、それでさら、普通逆よね、多分。どっちかっていうと、あ、やば、やば、みたいなテンションの感じで、あ、クジラじゃないって言って、撮られた瞬間、あ、やばってなるのが、普通に、さらの前、クジラじゃない、あ、やば、逆に撮られた方が、撮られた方が、急に、トーンが、ワントーン落ちるっていう。素やんって。まあ、それはいつもですよ。これも素です。これも素だし、メンバーと話してる、キャッキャ言ってる時も素だし。やっちゃってるよりな、あ？どういうこと？あ、やっちゃってるなよりは好感持てる。さらはね、どっちかっていうと、カメラが回ったりした方がワントーン下がるんで。なんでかわかんないんですよ。自分でもわからん、別に。自分でもわからん。一人で話しとるときは、すまん、でもそりゃそうよね。一人で話しとるときはさ、そんな、一人で喋ってるのに、ショールームでキュルンキュルンにはならん。可愛い部分を隠してるんですね。そうかもしれないですね。ね。キャッキャするときあるのって。まあ、知らないんだったら、知るぐらい自分の目で見るしかないですね。ショールームでそんなキャッキャルンキュルンできんわ。なんか人と喋ってたらあれやけど、文字ってそんなキャッキャできん。さ、多分そういうなんか文字とか映像とかにその感情移入しないんですよ、なんか。やけん多分ドラマとか見てもそんなめっちゃ泣くこととかもないのも多分そういうことだと思うんですよね。感情移入そんなしないから。だからショールーム、もうコメントを見ても、コメントを見るときだけとかやったら別に、なんか コメント見ても。うん。って感じ。落ち着い、そうですね。落ち着いると言っていただいた方が、こちらの受け取り方としてもいいですね。
人と話してるとき、まあまあ、それはお話し会とか来てる人はわかると思うけど。今日は逆かもしれん。もうずっと弥生と、もう喋り倒したけん。っていうの、ね、そう、話題があったら喋るんですよ。でもなんか、趣味って別に、ほぼ毎日一人でさ、別にそんな、毎日毎日、なんかめちゃめちゃ、めちゃめちゃ何かがあるってわけでもないから、無理やり作ってまで話そうともしないのが。そう、舞台といえば、そう、舞台といえば、あのね、今、高尾紗友香も出てるじゃない、出る舞台、私の推しメン様がね、出ている、田島メルさんが出てらっしゃる舞台が福岡で、9、9日、10日、11日、9、10、11であるんですけど、それを、もともと見に行けるかなーってちょっと思ったけど、まあ普通に予定的に、スケジュール的に、まあ無理だから、あ、無理だなと思ってたんですよ。そしたらね、昨日ね、朝パッて起きたら、なんか、DM が来とって、何やろうと思ってパッて見たら、推しメンから DM が来とって、はっ、ってなって、90、11、福岡いたりしない？みたいな、来とって。いないですよって言ったら、なんか、舞台やるから見に来てほしかったって言われたんですよ。推しに舞台を見に来てほしかったって言われたんですよ。行きたかったと思ったけど行けないんですよ。悲しい、本当に。スケジュール的にもう行けないんですよ。だから、そう、見に来てほしかったって言われて、ああってなって。そう、本当に行きたかったけど、10日と11日もね、2公演、公演、なんとかして行くし、公演出なくていいですか？じゃあ。公演出なくていいですか？チャートリー公演か花垂れ公演どっちか出なくてもいいですか？ 出なくてもいいならちょっと行けるんですけど。そう、でも本当に、そう、だから行けないから。でもその、誘ってもらえたことがもう私にとっては嬉しそう。教えてと言われる世界線ですか？と思った。もう、メルちゃんのためなら、もうどこでも行きますので、メルちゃんのためならどこでも行きますので、はい、どこでも行きますので、また誘ってくださいって言った。おしめに来てって言われるんだよ。来てほしい。しかもわざわざさ、それをわざわざ連絡してくれるってさ。救援のお知らせが出たら察します。いや、そんな、でもどうしよう、それで本当に体調悪くなってさ、本当にただ体調悪くてさ、家で寝とるだけなのにさ、行ったと思われる。行ったと思われるかもしれん。そうちょうどね、広島やったらさ、どうにか都合合わせて、ちょっとでも行けるとかやったら、ね、ちょっとでも頑張ってでも行けたけど、ちょっとでも一目でも行けたけど、福岡なんでね、その福岡までの移動もあるし、そう。チャトリ公演。花大公演、サウのファンの人が一人も来ませんって言うならまだ あれやけど、一人も来ませんっていうことはないでしょ。来ますよね。昼夜一人も来ないなんてことはないですよね。そう、ちょうど9、10、11で行けないんですよ、その。だから、そう。5本、おたかつは仮病中になってしまう。あ、おしめのために行きたかったけど、でも私のことをしている人もいますから。
そうなんですよ。でもなんか、そんな、もうたとえさ、もう、なんであろうと、営業であろうと、なんであろうと、もう、で、見に来てほしかったって言ってもらえることがもう何でもいいわって感じ、もう何でもいいわ。何でもいいですよ、本当に。多分同期も出てるしって思ってくれたんかな？わからん。その、こっちがおるけんさ、おるしさ。そんな、何も関係なくいきますけど。しかも、高価だしね。思ったけど、うん。なんでもいいよ。嬉しい。ありがたやー。なんてハッピーなことでしょうってなるよね。なんだって？なんだって？じゃあ、サラはもうそれ見ない。見ません。見ません、私はじゃあ。私は見ません。どこに載せてますか？ツイッターですか？インスタですか？どっちですか？見ませんよ。どうにか見ないようにしますよ。今もう情報を聞いたので、もう大丈夫です。私はもう見ません。どっち？ツイッターですか？インスタですか？まさかどっちもだということはないですよね。どっちもだということはないですよね。じゃあもう今日はツイッターを開かないでおこうかな。ツイッターは開かないでおこうかな、もう。待って、めっちゃタイムリー。こっちから来た。今、ちょうど、ショールームで。私をブロックしなさいって言うかな 私をブロックしてください。前もゆいゆいとサーヤンツーショットあったで。それは知らない。それは知らん。それは知らない。まあ舞台で共演とかしたら、そりゃ撮るよね。しかも、うちもともとあれだったし。最近ね、乾燥でね、前髪がふわふわするんですよ。スプレーかけても。今なんだって DM 来たし。そうだよ。だってそれでいけてたら、写真撮ってもらえるかもしれないのさ。いいんです。いいんです。違うんです。いいんです。私は、卒業公演に見に行かせていただいて、その時に、ツーショット撮ったのよ。私、まだ撮ったことないのに、撮れてたら、それはもう、なんか、ってなるけど、私も撮っていただいたことあるのよ。先に撮られたら ってなるけど、
演技の道は嫌だとか言ってしまったからだとかって あるかもしれんけど。それを気遣って誘ってくれたんかもしれん。それを、私のおしめさまさ、もう、そういうことに、そういうふうになる前に、気を使って、舞台見に来てほしいって言ってくれたのかもしれない。なんて素晴らしいおしめなんだ。やばい、足がしびれた。知らんけど 知らんけど 普通に見に来てって言ってくれたのかもしれない。福岡ですね。ただの福岡っていうのも知ってるから、おしめ様は。そうなんですよ。サビが舞台に出るなら見に行こう。通行人 A の役とかだったらやりたいですけどね。一言発してすぐ死んじゃう役とかだったらいいかもしれない。すぐ死んじゃう役とか。そういうの。そんなん普通出たがる人おらんけど、逆に脇役を狙うという。逆に脇役希望派とか。1、なんかドラマって10話とかあるじゃないですか。その10話とかあるうちの、その1話に、1話の主役みたいな、なんかあるやん。その話によって主役って変わるじゃないですか。その中の1つとかでいいかもしれない。とか、10話あるうちの3話にだけ登場するぐらいの、主人公の友達役。顔とかも映るし、ちゃんと映るけど、でも、そんな発する言葉は少ないみたいな。友達役みたいな。友達役ぐらいやったら。全然あり。全然ありさ。ありあり。ありすぎる。オフィスで電話してる。それは、もうまあだ、それはもうほぼエキストラやけど、その主人公の友達ぐらいのメインは、それぐらいの感じ。いい。ブリキさん、トマイキさん、マイキさん、20世紀、トモちゃん、ブッシュドノエル、ミミィさん、ユジマさん、ユウちゃん、アカエルさん、ってさめちゃかわいいギフト、タさん、ブリキさん、ありがとうございます。
イケメンとのラブロ、何？ラブロマンス的な舞台だったら、推しメンに頼まれてもちょっと、あ、見に来てって言われてもってこと？大丈夫。そんな心配はないから。そんな心配は私にはないから。安心して。なんか、絶対なんか目に入った。怪我。もういいって。絶対開かないから今日。絶対見ないから。何なんでしょう、とかもう忘れてしまった。その前何の話、まあ何も話してなかったのか、多分。みんなさ、さっきそういえば、あ、そうだよ、クックパッド当たった、当たりましたか？言うたのに。誰もおらんかった。誰も言わないですね。まあ年末、まあ年末、26日って年末なんか分からんけど、まあ、年末に近いので、お仕事が忙しい方もいらっしゃるんではないかなと思いますが。痩せないけど当たりました。それはどう頑張っても休むしかないですね、当たったんだ。ストーリーはどこの色見て？ドリミネーション。広島です。ドリミネーションです。ドリミネーション。
確かドリームとイルミでドリミネーションとかやった気がする。ドリミネーション。あの広島来て知ったけどね、あれは。ドリーミネーショう、24角と25日がお話し会、26日がクックパッド。ですね。全部来る人が3日連続。まあ、お話し会はリアルじゃなくてオンラインの方ですけど、今年のお話し会ですね。あっという間に、良いお年をの日になりますね。今週も割と、そう、明日あれなんですよ。明日よね、明日。インディーズ、アイドルチャンピオンシップみたいなやつ。豊洲ピットのやつ。で、10日が花大公演。じゃない、2公演。2公演、2公演か。めっちゃ久々の花だらだ。1ヶ月ぶり、ちょうど1ヶ月ぶりぐらいの花だれ公演ですね。こう一緒、で、11日、で、その次の日が、マイカーチャートリー2公演ですね。で、その次の週はリアルお話し会。で、その次の日、リアルお話し会関東からの次の日広島で あれ。クルージング。そう、最近ね、東京めっちゃ多い。行ったり来たり、結構してますね。で、その次の週はもうクリスマスコンサートからのお話し会からのクックパッドで、みたいな感じですね。東京、大阪、広島、行ったり来たり。
ね、クルージングはどんな感じなのか。全く、初めてのイベント、初めてのイベントはね、全く想像がつかないのでね。楽しみが続く。そうですね。皆さんも12月頑張ってください。チケット抽選、何のチケット？何のチケットやろ？ステージさんのチケット抽選って、何の抽選？クリスマスコンってこと？違う、何やろ？わかん。クルージング朝早い。大丈夫。みんなが早いってことは、メンバーはもっと早くから準備してるから。大丈夫です。おめかししてるから、朝から、メンバーも。安心したまえ。メイクというものがある。メイクというものがあるので。チャチャラチャ。チャチャラチャ。チャ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 
もはや一緒に移動してて何言ってんだ。クルージング衣装どうなんやろ、何も知らない。何も知らないです。夏もやるのかなって、クルージング？どうなんやろうね。あれはクリスマスクルージングやけん。わからん。全然わからないです。確かに、クルージングの日、雨とかさ、雨風が強かったら、確かに、あれかもね。揺れが、船の揺れがすごいかもしれん。船酔い？多分、わからんやん。最初 STU 号酔いよったけど、でも船自体も、全然数年乗ってないけん。どうやろうって感じ。わからないです。そんな、めっちゃ酔ってしまったみたいなことになったことはないけど、多分大丈夫だと思うけど。船久々。米で宮島行った時に乗ったけど、車ごと乗ったけんね、全然何も揺れも何も感じずに、傷がついてるみたいな感じやったけん。そう、船はもう、そう考えたら STU 号の最後の公演の時ぐらいから乗ってない気がする。船はね、そんなプライベートで乗る機会もそうそうない。けんね、
船に乗ってどっか行くみたいなことないけどね。鹿の島行かないよ。行くことない。ちっちゃい頃行ったことあるけど。鹿の島に住んでるわけじゃないから。散歩で江田島に行くってすごいね。結構パワーワード。宮島ももう数年行ってないし、まあ、なんか、結構ね、意外とそういうの行ってない。鳥復活したね、らしいね。らしいですね。スペイベで水族館行った時も本当に水族館だけで、なんか宮島、探索できるとかなかったけんさ、本当に。本当に水族館オンリー、水族館もずっと待機みたいな感じやったけん、そう、宮島に行ったって感じがね、全然ないんですよね。そう、福岡の友達が宮島に行きたいって言ってるけん、その福岡の友達が来てくれるまで待とうと。おっとったら、まあ、なかなかね、予定が合わないので、そんなすぐ来れないので、っていうのはあるんですよね。宮島パワースポット。へぇ。確かにパワーありそう。冬に行ったら寒いと思うよって。そりゃそうだろ。どこでもそうだろ、それは。USA であろうと。宮島であろうと。どこでもそうだわ。カワウソのぬいぐるみちゃんとありますよ、サラム。犬のおもちゃに何のおもちゃにもなってないけど、ありますよ、ちゃんと。ゆいゆいさんのあれ、見ました。福岡のパワースポット、どこなんやろ、確かに。あんま考えたことないやん。パワースポット、あんまそういうの考えたことない。どうやろ。まあ、いっぱいありそうやけど。20分になったらランキング見まーす。どうなんでしょうね。わからん。太宰府天満宮とかパワースポットなんじゃない？パワースポットっていうか、受験の、神的な。受験合格、神的なのもあるかもしれない。
パワースポットに行くと何か感じるの？ わからん。どうでしょう。そんな考えて。どうでしょうね。わかりません。なんかめっちゃ乾燥してる。でさ、海は割と定期的に行きたくなるかも。海は。海。うん、そうね。山より海、圧倒的海。山より海派です。そう、まあ自分のね、自分の思うところがパワースポットですから。世間的にいいと言われているとこがあるかもしれないけど、自分が一番いいと思えるところが一番のパワースポット。泳がない。海イコール泳がもう、それは違う。それは違う。それは違うわ。その泳ぎに行く海、そっち系の海じゃない。別に山に行くってなったって登山せんでしょ、わざわざ。でしょ？でしょ？しないでしょ？別に、なんで海やけん泳ぐになるよ。山ってだってお前、そんな登山するわけじゃないのと一緒よ。糸島。そう、海といえば、海の近くの。でとかそういう感じじゃん。ああ、海は飲み物で。ああ、もうわけわからんのがいっぱいあるから。おう、終わろ。わけわからんから。おう、終わろ。ランキングを読みたいと思います。いや、まあ、もともとね、20分になったら、間違った。あ、20分になったらランキング読むって言っとったし。言っとったし。48位、ヨシトさん24位。エンちゃん13位。柴犬さん12位。ともゆきさん11位。ピレスさん10位。つのさん9位。としやさん8位。東京特許許可局局長さん7位。6位、あさかさん。5位、ゆちゃん。4位、20世紀ともちゃん。3位、パーさん。2位、奥木さん。1位、赤ヘルサンタさん。ありがとうございました。それではね、終わりたいと思います。明日は、豊洲のインディーズアイドルチャンピオンシップみたいな、来られる方は、そちらで会いましょう。それでは、終わりたいと思います。バイバーイ。